ちゃこんにちは。森藤。はい。森藤の苦手って何だ。苦手ですか。これだけは嫌だなっていうのは。私は、まあ、食べ物とかでもいいよ。あ、食べ物ですか。でもいいし。私ひじきがダメです。ひじきがダメ。見た目がダメなんですよ。もう見た目でやられちゃうみたいな。そうなんです。ひじきは悪くないんですけれども全く。俺食べ物で言うと人参なんだよ。あ、そうなんですか。もうね、こうイメージが、はい、昔の人参は臭いっていうイメージがあるんだ。今全然違うけど、はい、昔のはなんか青臭いっていうのがあって、はい、小さい時から食べれないんだ。今でも、あ、今は食べてみたら、はい、え、なんでこう変わっちゃってるじゃないのみたいな味がね。あ、苦手意識克服できたんですね。あるんだ、あるんだ、はい、それとか道走ってて、ね、これ苦手だなと思うのは、うん、その高速から足柄から厚木に向かう帰りね、はいはい、上りね、うん、あの山をこうくね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 走るところ、うん、はい、あそこがちょっと苦手なんだよ。あ、そうなんですね、うん、私もでも首都高でも走ってて苦手なところってありますよ。どこら辺。私外苑あたりから、あのトンネル、あ、あるな、はい、私ね、あの密閉感とこの角度がね嫌で、嫌だ。どうしてもあそこに来る来ると思うと、うん、もうね、潜在意識で嫌なんですよ。でスピード落としちゃう。落とします。自分の力発揮できない。ま、無理です。急速落ちますね。やっぱあるんだ。何でもあるんだけど、はい、俺オープン戦見てて、はい、ソフトバンクと巨人やりましたね。やってますね。やったな、はい、まあ今日もやってるけどね、はい、なんかちょっとね、やっぱり苦手意識があるな。そうなんですね。あの2019年からの6月から12連敗ということで、うん、これ今撮ってるのが3月10日、うん、水曜日だから、昨日の9日の火曜日のオープン戦で12連敗という、うん、まあ、まあ、ご覧の方々は、はい、まあ、さあオープン戦じゃないかって言うかも、うん、言う人もいるかもわからないけど、はい、オープン戦の中でも位置づけがあって、はい、まあ、例えば最初は若手を使って勝敗も別に抜きだよみたいな、うん、勝たなくても別に構わない、うん、そのゲーム感覚調子を上げてってくれ、若手だったらもう競争してくれ、うん、若手とね、だから頑張れみたいな、はい、でもオープン戦だからといって負けてもいいっていうことはないんだよ、うん、やっぱせっかくやるんだから勝ちたいという、はい、でもう一つは位置づけというのは、この作戦をちょっとこの期間徹底してやるからなとか、はい、そういう位置づけの試合もあるわけ、はい、で昨日のオープン戦を見てると9日の、はい、巨人はやっぱ勝ちたかったな。それどういったところから。これはね、たかがオープン戦だけど、はい、やっぱ連敗の記録が残ってるわけでしょ、はい、でやっぱ負けるとさ、うん、そういうことがこう出ちゃうんだよね、ま、そしたらどん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 こう、はい、その負けるということの洗脳が嫌なのよ、はい、だから首脳陣としたら絶対やっぱそこら辺で払拭しておきたいという、うん、オープン、たかがオープン戦だけど、はい、勝ってもその記録はストップだみたいな、うん、もう、なんかこう釘を打っておきたいんで本当はね。だから昨日でもノーアウト 1,2 塁で大城にどうするかなと思ったら、うん、バントさせたいでしょ、はい、やっぱこれはガチでやっぱ勝ちたいんだろうなと思って、ソフトバンクには、はい、と思ったよ。これはもう例えば日本シリーズみたいなものも予測しての作戦でこう出していってるってことですか。いや、もちろんそうだと思うし、はい、やっぱりたかがオープン戦だけど、やっぱソフトバンクにやっぱ勝っとくっていうことが、はい、やっぱり一番の目的だったと思うんだよ。で苦手意識も払拭したい、うん、で、まあ、シーズンの話をするとさ、まあ、一昨年ぐらいかな、まあ、原監督がなって、はい、その前の年まで広島カープにカモにされてたんだよね、うん、巨人が。それを払拭するために坂本にバントだとか、うん、丸にバントだとかさせて、それを払拭させていったという、はい、で今ではもう対等に戦える、そういう苦手意識もなくなったという、うん、まあ、そういう位置づけに多分オープン戦もしたんだと思うんだ、ね、原監督は、うん、だから俺ノーアウト 1,2 塁で大城にバントさせたと思うんだよ、はい、まあ、見事に成功して得点にならないんだよね。うん、でソフトバンクはどうかっていうとさ、やっぱ他のチームとやるときとやっぱ多少目の色が違うんだよね。あ、そうなんですね。なんかそう見えんのかな俺が。あ、なんかソフトバンクっていうとこのパリーグの中でこう意識してる球団とかあるのかなと思ったんですけど、うん、やっぱり巨人っていうのも意識してるんですかね。なんかな、そう見えるんだよ。それはその昨日の9日の試合でもなんかあれって思うとことかもやっぱりあったってことですね。だってシュートがさ、ホームラン打っちゃうんだから、
打ちましたね。だから相当やっぱり気持ちを入れてやってるよね。塁に出るために反対方向を打っていくのかなとか、はい、いろいろ考えたけど、なんか周東がホームラン打っちゃうんだから、うん、だからそういう意識の高さがあるよね、そのゲームに対しての、はい、で出てきた人間がさ、やっぱもうなんかこう食らいついていくというかさ、なんかそんなことも感じたし、まあ巨人も戦う姿勢っていうのは、はい、それはもちろん見せてくれてたよ、うん、だけどなんかやっぱりソフトバンクのピッチャーに翻弄されていってるっていうかさ、はい、なんかそんな感じがするんだよ ね、 そうですね。ここでのオープン戦での例えば巨人はソフトバンクとの戦いのデータっていうのは、うん、やっぱり一戦一戦やっぱこういうところを改善しなきゃいけないんだとか、うん、あこういうところが節穴だなとか、そういうのってやっぱりこの日本シリーズに向けてだったり、うん、交流戦に向けてなんかいろいろ取ってたりもするんですかね。まあまあ それはいろんなデータは取りながらやってると思うんだけどね、はい、だけど阪神とソフトバンクやったら、うん、阪神が勝つんだよ、ね、うん、なんでしょうねなんで巨人が負けんのか、やっぱりそこに意識があるからだよ、苦手意識が。でそのずっと連敗がやっぱり続いてるっていうところもなんですかね。いやそれでなんていうの、巨人はやっぱソフトバンクのあの強いピッチャーを打つためにフリーバッティングでもバッターに近いところから投げさせて、ね、速いボールを打ち返すっていうことを盛んにやってきたわけよ、このキャンプ1ヶ月間でも。やっぱ翻弄されるというかさ、うん、だからなんかそこは早く意識を払拭しておかないと、はい、同じことの繰り返しになるなっていうふうに思うんだよね。先ほどおっしゃってたように、たかがオープン戦ですけれども、そのオープン戦でも連敗を止めとくっていうのは重要なことなんですね。いや絶対はやっぱり勝負をしてるわけだから、はい、だからそれは大事。まあ、ソフトバンクの選手たちがそれだけの意識が巨人戦に対して高いかというとさ、そうじゃないにしても、うん、巨人はやっぱ目の色を変えてもう徹底していくことは徹底していくっていうね、ソフトバンクに対しては、うん、そういう一夜を報いといた方が、うん、俺はやっぱり苦手意識は早くなくなっていくと思うけどね、うん。でもその昨日の試合でその大城選手にバントさせたように、もし仮にですよ、またソフトバンクと巨人の日本シリーズっていうふうになった場合には、やっぱりそういうふうな手ももちろん使って、まあいろいろいろんな、まあ昨年の日本シリーズはバントしようにも、うん、ほとんど塁に出ないわけだから巨人の選手が、うん、そんな手も打てなかったけどね、うん、でも打った手がまあ、あの点が入らない、まあそういうことになったとしても、やっぱそういうことの一つ一つの積み重ね、バントをやったりだとか、うん、走らせてみるとか、うん、回を揺さぶってみるとか、そういうことはやっぱオープン戦でもすごく大切なことなんだよね。そうです、うん、ただその試合の中でセリーグの他の5球団との戦い方とやっぱりパリーグのチームとの戦い方っていうのは違ってくるんですかね。なんかソフトバンクは巨人に対してはちょっと違うのかもわかんないよね。ここのチームだけには負けないよみたいな、あるんですかね、それをお互いにっていう、まあ、お互いにっていうか、やっぱりまあいずれ当たるかもわからない。そうです、この先に、はい、まあ、今年の日本シリーズでもね、はい、だから絶対手は緩めるなっていうようなことを言ってんのかもわからないし、うん、そうですね。そしてその前に交流戦が今年はね、一応予定されているので、 そうだね、その交流戦でなんとかまた連敗をっていうところももちろんね、うん、まあ、連敗というか、うん、一つでも勝ちを上げておくっていう、早く勝たせてやりたいな巨人に。そうですね、だからオープン戦されど、うん、ね、たかがオープン戦だけど、うん、はい、されどオープン戦というね、うん、見てて、え、オープン戦でも負けんのって思ったファンもいるよね。そうですね、なぜ巨人が勝てない、巨人だけ勝てないとか、やっぱね、相手を意識すればするほどやっぱ固くなったりだとかさ、はい、力んだりだとかさ、うん、だからそういう余計なことが生まれてくるんだよね、はい、だから早く余計なものが生まれないように、うん、一つの価値が、はい、そういうものを払拭していくからね、うん、まあたかがオープン戦だけどさ、本当に、うん、だけどやっぱ勝ってほしいよね。そうですよね、うん、だって豊さんがね、あれだけ人参のイメージが悪かったものがいざね、食べてみたら美味しかったってなって、ね、もう苦手意識変わってる。だってひじき見た目で嫌なんだろすだからあのユニフォーム見ただけで嫌だと思うよね。それはあるかもしれない。そうだろう、やっぱ中畑さんと一緒にチームを預かった時にさ、はい、ソフトバンクにこっぱみじんにやられたわけよ、はい、だからもう見るのも嫌だったんだよ、あのユニフォームをですか、あまた今日もこっぱかみたいな、あ、ね、もうそこでやる、だけど目標になったんだよ、あ
ああいうチームを作ろうねっていう、はい、長谷さんが言ったから、うん、だから頑張りましょうねっていうようなことで、うん、チーム作りをやったんだけどさ、はい、なんていうの、ソフトバンクをユニフォームを早くおいでみたいな、うん、そうですね、おかっこいいの着てんじゃないかみたいな、うん、上からいけるぐらいになってほしいよね、巨人。そうですよ ね、まあ今日はどうなるかわからないけどね、まあオープン戦がこの後あるけどね、はい、うん、まあ頑張ってほしいと思います。そうですね、はい、はい。